2023年10月17日、ウクライナ軍が南部ザポリージャ州のアゾフ海沿岸の港湾都市、ベルジャンシク近郊の飛行場と、同じくルハンシク州の州都ルハンシク近郊にあるロシア軍の飛行場に攻撃を実施したね。それにより、飛行場の兵員や防空ミサイルシステムに対して損害を与えたことを明らかにしたな。そうだね。さて今回はウクライナ軍がアメリカから供与されたエイタクムスを使用した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ウクライナ軍はこの日、2022年2月24日の侵略開始以来ロシア軍に占領されている。ウクライナ東部ルハンシク州の州都ルハンシクと南部ザポリージャ州のペルジャンシク近郊にある飛行場に対して、正確に狙いを定めた攻撃を実行して、飛行場に駐機していた攻撃ヘリコプターや周辺に配備されていた、防空ミサイルシステムなどを破壊したとしたが、ウクライナ軍この攻撃にエイタクムスを使用したかどうかについては触れていないよ。また、ロシア国防省からはこの攻撃についてのコメントは特に発表されていないが、ロシアの軍事ブロガーの多くは今回の攻撃について言及しており、そのほとんどはエイタクムスによる攻撃でロシア軍の兵士と装備に損失が発生していると伝えているんだ。この攻撃についてアメリカのウォールストリートジャーナル WSJ が、ウクライナ軍が攻撃に使用したのは、アメリカがウクライナに供与することを約束していた短距離戦術弾道ミサイル MGM-140 エイタクムスであるとして報道していたが、同17日にウクライナのゼレンスキー大統領が恒例のビデオ演説において、バイデン大統領との合意が確実に履行されたことに感謝するとした上で、エイタクムスは極めて正確に目標を攻撃することができていると述べたことによって、攻撃に使用された兵器がエイタクムスであったことは間違いないと見られているな。MGM-140 エイタクムスは、アメリカ陸軍が開発を進めていた地対地ミサイルの一種で、ロッキード・マーティン社が製造を行っているぜ。アメリカ陸軍を中心に西側諸国で運用されている多連装ロケット砲システム MLRS M270 M270IPDS M270A1 などのほか、高機動ロケット砲システムハイマースから発射することが可能な、射程 300km の短距離戦術弾道ミサイルで、地対地ミサイルではあるものの、シーカーを変更することで対艦能力を付加することが検討されているというね。エイタクムスは他の MLRS 用ロケット弾が6発装填可能なコンテナと同じサイズと形のコンテナに1発入のみ装填され、6発入りコンテナと同様に6個の蓋や筒状の外装が取り付けられていて、外見からは中身が、エイタクムスなのか 227mm ロケット弾なのかがわからないようにされ、この偽装によりどちらを発射する部隊であるかを敵が察することができないように秘匿しているみたい。今回攻撃を受けたとされるペルジャンシク近郊の航空基地は現時点の最前線から 100km ほど離れていることからも、ウクライナ軍が攻撃に使用したミサイルがエイタクムスであることは間違いないと見られていたが、攻撃を受けた現場からエイタクムスのものと特定可能な破片が発見され回収されていることが、ロシア側によって SNN などへ投稿された画像によって、その使用が確実視されているんだ。発見された ATACMS 残骸は、ロケットモーターとビブの操舵翼ユニットと見られ、さらには搭載されていた M74 対人飛走行目標用クラスター子弾の破片なども発見されているね。このようにロケットモーター部分や操舵翼などが爆発せずに形を残したまま無傷で落下しているのは、着弾してミサイルの弾頭がクラスター弾頭型であるために、小弾が収納されていたカーゴ部分を切り離した後の親弾体は爆発することなく、そのまま落下するためだな。このロケットモーターの部品に書かれていた数字が、エイタクムスが1996年10月製10/96と、1997年9月製9/97との2通りであることがわかり、このことから今回の攻撃には、少なくとも2本以上のミサイルが撃ち込まれているとされているが、見つかった残骸が今回発射されたミサイルの総数ではない可能性があるぜ。ウクライナ軍参謀本部が翌日10月18日にエイタクムス発射の際に撮影したとする動画を X 旧 Twitter に投稿しているが、
その動画からは少なくとも円を噴射しながら地上から発射される飛翔体が3発映っており、この動画が17日の攻撃時の発射シーンであることが事実とするならば、ウクライナ軍は少なくとも3発のATACMSを発射したことになるよ。現在アメリカから供与されているATACMSM39A1 はブロック IA と呼ばれているやや古いタイプで、その射程は 300km で、弾頭には M74 対人飛装甲目標用のクラスター個弾が275個搭載されているんだ。アメリカ軍では国際社会におけるクラスター弾に対する非人道性への懸念から、現在生産ATACMSはバットと呼ばれている戦車などの装甲戦闘車両を破壊可能な、無動力滑空型誘導式のタンデム成型作薬庫爆弾13発が搭載されるブロック2の生産が進められていて、一部はバット無動力滑空型誘導式庫爆弾を6発に減らして軽量化を図り、射程距離を延伸させたブロック 2A の生産も進められていると見られているみたい。ただしアメリカ軍では M39A1 と、もう一つ前のモデルで M74 個爆弾が950発搭載されて、射程 165km の M39 も保管在庫として保有しており、ウクライナに供与されたATACMSはこのタイプである可能性もあるというぜ。ATACMS M39 の生産は1997年7月に終了となり、その後は M39A1 の生産が1997年8月から2003年まで行われているな。このため発見された破片のうち1996年10月製と記載されていたものは M39 である可能性が高く、最初期型の27年前の在庫がまだ残されていたことを物語っているわけだ。なお、ATACMSの保管貯蔵期限は製造から10から13年とされているが、期限が切れたからといって直ちに廃棄されることにはならず、さらに貯蔵するための補修作業が実施された上でリセットされ、また新たに10から13年の期間保管貯蔵されていて、対人飛装甲目標用クラスター型のブロック1とブロック IA の一部が戦時の緊急用として使用できる状態で残されていて、ウクライナにはまずその古い在庫から供与されているものとみられているよ。この M74 対人飛装甲目標用クラスター師団は、戦車など装甲車両などの装甲を貫通して破壊するような威力はなく、建築物や橋梁などの構造物への打撃にも適しておらず、最前線後方の飛行場やのぞみの弾薬集積場や、物資集積場に臨時に作られた兵舎などへの攻撃に適していることから、今回の飛行場攻撃に使用されたものとされているんだ。しかし、ATACMSのクラスター弾頭型は残っている在庫数は少ないと見られていて、今後は現在のアメリカ軍の保有分の主力であるバット弾頭型の供与が進められていくのかどうかが注目を集めているぜ。ATACMSは弾道ミサイルで飛翔最高速度がマッハ3とされていて、ウクライナ軍が現在ロシア軍の後方兵站攻撃に使用している。イギリスとフランスから供与されたストームシャドウスカルプ EG 巡航ミサイルの速度マッハ 0.8 と比べて4倍近くも速度が速く、その高速力によってロシア軍の防空ミサイルによる迎撃を突破する確率が高いことが特徴とされ、ロシア軍の後方兵站施設をロシア軍砲兵の射程が届かない安全な後方から攻撃が可能となることで、ロシア軍の兵站を最前線から大きく後方に下げることができるわけだ。そのことでロシア軍は最前線への補給が困難となり、戦力低下を招くことが期待されているのであるが、ATACMSは非常に高価で一発あたり72万5千ドル約1億850万円とも言われており、高価であることからアメリカが保管している在庫数は決して多くないため、ウクライナに供与できる数も限られているとされ、ウクライナ軍はこの先ロシア軍後方の軍事関連施設や橋梁などの目標に対しては、この ATACMS や航空機から発射される射程250クムのストームシャドウスカルプ EG 巡航ミサイル、あるいはアメリカが供与を約束している射程 150km で ATACMS と同じく、MLRS から発射可能な GLSDB 地上発射型小口径爆弾などから使用する兵器を厳選する必要があるだろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。